五条バイパス国道1号と国道8号との重複区間京都府京都市東山区西館寺山の内町五条バイパスは滋賀県大津市大木と京都府京都市山品区の府県境から東山区の東山五条で五条通りにつながる国道1号バイパスである1967年4月1日に渋谷街道東大路間が開通して全通した 当初は一般国道8号の単独区間だったが、1974年11月12日付で一般国道1号の経路変更が決定、1975年4月1日から一般国道1号となった。京都東インターチェンジを経た後、山品区においては約3キロメートルにわたって東海道新幹線と並走し、その後東山トンネルを経て、 東山五条に至る。別名、東山バイパス。京都市中心部の五条通りだけでなく、五条バイパスをも含めて五条通りと称されることも多い。東山を越える区間の勾配から五条坂とも呼ばれるが、公式にはこの名前は東山五条から清水寺へ向かう道を指す。東海道の旧海道は三条通りと近接して、並行する旧三条通である。 2005年度平日24時間交通量、京都市発行、市民新聞東山区版、こちら東山平成21年9月15日号、東山区過去から未来へ。ありがとうございます。